インスタグラムが今度アカウント停止された30日間やって、早速疑問したでしたけど、いつものように。やられたってことあれか。捜査妨害やっちゃってんだ。警告されとったんです、私も警察に。捜査妨害の SNS 投稿はやめてくださいね。刑事訴訟法に引っかかりますかって。刑事訴訟法結構重いですよって言われてたのに、まあアカウント停止やったら捜査妨害にはならへんようなもん、停止されてるから。やれやれ。